ルーク・タカムラは日本のギタリスト、歌手、作曲家、作詞家である、東京都ひばりが丘出身、東京都立石寺高等学校を経て、整形大学経済学部を卒業。1984年から1986年までは紫馬小屋市で活動、1999年に解散した世紀末の元構成員であり、ギタリストを務めた。 2002年カンタを結成して現在まで活動している。ギターを始めたきっかけは、姉に無理やりギターを持たされて弾かされたことであると、世紀末時代に本人が語っている。本人によると、ギターを弾き始めた頃は、フォーク少年で、主に、かぐや姫や NSP の楽曲をコピーしていたという。1984年、高校時代の友人に誘われ入会していた、早稲田大学。 WFS にて、バンド紫馬小屋氏を結成。他のメンバーは、デーモン、小暮閣下、AS 清水、G ージ島。紫馬小屋氏時代の1986年に、できた、L、DU、RA、DU を、世紀末の、地獄より愛を込めてに提供し、翌1987年2月より、サージェント、ルーク高村ーをの名で世紀末に、 ジェール・オーハシの公認として加入する。世紀末在籍の1991年に、ギターだけでなく、リードボーカルも担当した、ソロアルバム、高村、1993年にライブアルバム、ソキング・エット・ライブをリリースする。また、1995年には、ナイト・ホークスの青木修一、元、X、ラウドネスの沢田大二サポートメンバーとして44マグナムの宮脇、 上智州を迎えたユニットキングスを結成し、アルバムとシングルを一枚ずつリリースする。レコーディングプロデューサーとして、ソフォワットのアルバムにも参加し、ソフォワット、フラジャイル、ストムをリリースした。1992年に発売された動画経典フマネソサエティ人類愛に満ちた社会にルーク役で声優出演。マレキ元年12月31日に、 世紀末解散。その後、2001年には、東洋名義でインストゥルメンタルアルバムをリリースする。2002年からは、ドラマーのライデン、ユザは、ベーシストのマサキと共にカンタを結成。自身は、ギターとボーカルを務める。このバンドのためにボーカリストを探したがなかなか見つからず、自らがボーカルを務めることとなった。2005年に放送された、ヘビーメタル専門バラエティ番組、 ヘビーメタさんでは、非常勤講師として出演した。また、ロック藤山では、引き続き準レギュラーとして出演した。同年6月、世紀末地球デビュー20周年として、期間限定再集結。2007年以降、高見沢敏彦ソロプロジェクトに参加。王子連合の一員として、レコーディング、ツアー両面で高見沢を支えている。2010年、 世紀末地球デビュー25周年として期間限定最終決。同年6月から9月は音楽フェスに参加。9月から12月は日本国内で大国ミサツアーを行い、翌2011年11月30日、12月1日にはチャリティーイベント、世紀末プレゼンツ、トリビュートツージャパンを両国国技館で開催。2012年9月9日渋谷アックスにて、 自身の25周年を記念したライブルーク高村地球デビュー25周年イベントザ四半世紀ライブを開催。このライブにはゲストにデーモン閣下、大電湯沢殿下石川俊介、まさき、あんちゃん、DJ ハンガが参加、世紀末、ソロ、東洋現在の主な活動であるカンタまでを総括した内容となった。また前半は 世紀末のルーク高村参謀に変身して登場し、自身が作詞、作曲した世紀末のブランニューソングマスカレードを自ら歌唱した。2015年世紀末地球デビュー30周年の期間限定最終決に参加。2016年よりソロプロジェクトを始動。ルーク高村参謀として悪魔の姿で歌唱をメインに担当。ギターの KAZ 若い望む、ベースの大桃もと式、ドラムのレビングをサポートに迎え全国ツアーを行っている。世紀末在籍時は、正式名称を、サージェント、ルーク・タカムラ3をとし、通常は短く、ルーク・タカムラ、もしくは参謀と継承をもって、名前と継承を合わせ、ルーク参謀と呼ばれていた。解散後の最終決意降は世紀末、構成員としても、サージェントと、 スリーヨが覗かれており、代わりに参謀まで含めたルーク・タカムラ参謀表記が正式なものとなっている。A 表記は SG ルーク・タカムラ。通称、世紀末の青い稲妻。スリーヨは、ルークの実家は電気屋を営んでおり、ルークはそこの三代目に当たるということから由来しているという説がある。ルーク・タカムラが初めてメディア露出をしたデモ高ビデオジャム。 において一世は薬や、二世は電気やと説明を行った。世紀末在籍時の公式設定によるプロフィールでは、BD1034 年4月12日生まれ、地獄の高級住宅地ヒバリーヒルズ発生のギタリストにして、世紀末の最後の構成員、元地獄軍事局参謀で潜在兵器と健康食品による侵略活動に力を入れていた。ということである。 初期の頃は、継承が参謀ではなく、軍曹となっており、音楽番組などで話すときは、デーモン、小暮閣下のような固い口調で喋っていた。軍曹は、サージェント、のは訳。参照、世紀末の協定に一覧以降、ソロゲストサポート。ありがとうございます。